どこだ？出てこい！ワーグナー！無礼者め、我が名を呼ばわるお前は何者だ？出てきたな。その剣、貴様、妖精国の魔剣使いではないのか？俺はお前など知らない。だが奴は妖精の小娘に撃たれ死の国へ行ったと聞いた。死に損なって逃げる奴もいるのさ。オズワルド。俺をよく知っているようだな。だがそんなことはどうでもいい。欲しいのはお前の命だけだ。黒い剣士、震えるほど嬉しいぞ。何？この時をどれほど待ちわびていたことか。よく見よ、血の流されたこの場を思い出せ。愚か者の手で言われなく殺された尊き賢者ハインデルを。ああ、確かに殺したな。トカゲを一匹、お前で二匹目だ。骨まで焼き尽くしても収まらぬ。お前の狩りすらこの大地に残さん。未来永劫、冥府で苛まれるがいい。消え去るのはお前だ、ワーグナー。お前の死の向こうに俺の望む光がある。仲間のいる儚へ送ってやる。眠れ、永遠に。その指輪をこちらへ。世のものだ、返してもらおう。竜をほくれというのがお前の願いだ。指輪の話は約束していない。価値もわからぬくせに。さあ渡せ。もう一度戦うというならそれでも構わない。次も助けるとは限らんぞ。貴様、さあ約束を果たした。今度はそちらの言葉を守れ。王として生まれ、王としての地位にある世だ。相手が不遜のものであろうとわしは誓った。誓いは変わらぬ。槍と城、残りの一つもお前の自由だ。グエンドリンは眠っている。わしに逆らった罰に魔法をかけたのだ。目覚めさせたその者に生涯仕え愛する。魔法の働きがそうさせる。実の娘を物のように扱って平気なのか。世の娘だ。
いかに扱おうと世の自由だ。行け。森の古城に娘は眠っている。彼女だ。あの鳥はこの人に違いない。